話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの孤児院ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやさんの後を追った。おやさんは組の指示に逆らって人号派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。罠だったんだな。待て、そいつは東条会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもん。どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。
親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。から俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら使うて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり、こいつ使うて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな専務。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。おい。